そういうお母さんとかいうことになると、あなたも本当のお母様を小さい時亡くしてらっしゃるの、ね、私は2歳の時に母を亡くして、うん、で2度目の母がね、終戦の年に亡くなったんですけど、この方はもうよくできた方だったんですよ。あ、そう。でも、ね、その2歳でいらっしゃったけど、初めのお母様のこともいろんなことを覚えてらっしゃるんですって、なんとなく。死に顔を覚えてるし、そして枕元で私が遊んでるのをね見てて、この子たちがねっつって泣いてるの、そういったのは覚えてますね。そう。ね、でもその2回目の方がすごくいい方だったっていうのがね、すごいいい方でね、自分の子供が、まあ、2人できたんですけどね、うん、でそれを置いといて、私の兄と私のことの方をまず第一に、よくできた方でしたよ、うん、だからその方が亡くなって後ね、まあ、葬式の時に残されたその3人の子供を見て、もうこれは私が母代わりになって育てなきゃと思って。ちっちゃかったの、まだそのあなたの弟になって後から生まれた子供は小さかったの、生まれたばかりです、一番下が。ああ、そんな小さかったの。そうです、生まれたばかり。あら、で私がとにかく戦争中でしたけどね、うん、で夜泣きをすると皆さんに迷惑だから、私がおぶって川の方へ行って寝静まるまでね、お守りしたり、うん、で思いを飲ませたりなんかしてて。あ、そう、ね、で私も小学生でしたけどね、うん、でそして東京へ出てきたら、私はまあいろいろホームレスやったり、新宿のキャンプまででジャズ歌ったりなんかして、やっと有名になって、でそしたらうち中転がり込んできて、で父と兄はもう計画でサナトリウム入ってましたでしょ。でそこへだから仕送りしなきゃいけないし、でその弟たち3人学校上げなきゃいけないし、親代わりやってましたからね。あ、そう。だからうちのためにずっと10年やってたんで、銀パリに私があなたのこと見に行ったりしたじゃない、あの頃ね、一番あなた綺麗だって言って、みんなからさ、でも内情が大変だった。そうそれで綺麗綺麗って言われたんだけど、外からはなんかさ、なんとかボーイって言われて、石なんか投げられたりなんか言われて、でもその生活が大変だったのね、あの頃ね。そういうことではね、それでほら、働くところが、歌で働くところが今みたいにないじゃない、そのテレビもないんだし、まだね、まあ、テレビがやっとできたぐらい、できてたんだけど、みんなが持ってなかったのよ、テレビはね、あったけれど、うん、だから、いや、テレビはね、私は昭和27年に NHK のね、うん、まだ実験放送に出されたの、うん、それでシャンソン歌って、何にも映ってない、モニターもどこにもないんですよ、うん、で、その頃からやってて。すごい。そうで、それでまあ大変でしたけども、無我夢中でしたよね。まあ昭和28年から始まって、今年60年って NHK はね、テレビが始まって、ね、だから力道山のね、街頭放送なんか終戦がやった、うん、で私は力さんと言って仲良くさせていただいてね、うん、で映画も一緒に出たりして、新橋の駅前のところにテレビがあってあそこでみんな力道山見てましたよね、うん、で喫茶店にね、そうそう、うちテレビありますって書いてあって、ね、喫茶店に書いてあってね、そうそうそう、でウェイトレス募集なんて、もうテレビありますって言って結構ね募集多かったりしたのよね。だそういう時代を経てね、ですから紅白出た時もね、なんか考え無料でしたよね。しかも初めてだったし、あの時紅白お出になったら、そう去年、うん、そう77歳で初めてなんで年が関係あるんだ本当本当、うん、